例年に比べてるとちょっと通る回数が多いのと、あとお昼頃11時ぐらいにも出てるんで、ちょっとそこは今年ちょっと異常かなっていうのが。今日午前5時過ぎ、札幌南区の藻岩山スキー場で、散歩中の男性から前方250メートル先で熊が歩いていたと通報がありました。男性は体長2メートルほどの熊がゲレンデを歩き、山の中へ入っていったと話しています。